ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おーおー、待てー。どうしたんだよ、霊夢。そんなに必死になって？出たのよ、1メートル近くの巨大ネズミが。確かにでかいな。でも、その程度の大きさで慌ててたら、それよりでかいのに遭遇するたびに驚いてないといけないぞ。はぁ？何言ってるのよ、こんなにでかいのに早々出くわすはずないでしょ？それはどうかな？なら今回はマウスはマウスでも海に生息する巨大サメ、メガマウスについて解説してやるぜ。さらっと、マウス違い来たー。でも、知っておきたいから特別に聞いてあげるわ。さあ、私のために紹介するのよ。なんか腹立たしい物言いだが、まあいいだろう。早速、メガマウスの解説を始めていくぜ。おっと、その前に。ちょっとー、じらさないでよー。チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベが上がります。えへへ、よろしく頼んます。それじゃあ、ゆっくりしていってね。では、とりあえず、メガマウスがどんなサメで、どんな特徴を有しているとか、そういったことを話していこうか。特徴ですって？なるほど。確かに、この見た目なら脅威の大食い能力や、エイリアンみたいに口からもう一つの口が飛び出すという隠し玉があっても不思議じゃないわよね。いやいや、待て待て。大食いならまだしも、エイリアンみたいにもう一つの口が飛び出すとかって。お前はメガマウスを一体どんな怪物に仕立て上げるつもりだ？え？それはもちろん、究極生命体、かな？おいおい、なんで疑問形なんだよ。まあいいか。それでは、メガマウスについて話していくが、メガマウスは太平洋やインド洋など熱帯から温帯の水深200メートル付近、やや浅い深海に生息している巨大魚なんだよ。ちなみに日本近海でも目撃例と捕獲例が比較的多いみたいだぜ。こんなヤバい顔の魚が捕獲されるとか何気にホラーだよね。あ、うん。確かに顔は少しこわもてだよな。でもこわもての分ハートはきっと温かいと思うぜ。いやいや、名前にサメってついてるんだから、そんなわけないでしょ。それは殺人鬼は顔が怖くても心は優しいって、言ってるようなものよ。一体どんな理論なんだよ、それは？ちなみにメガマウスだが、名前にサメとついているものの実は様々な点で通常のサメとは大きく異なっているんだ。例えば通常のサメは肉食性のものが多く、魚介類を中心に海産哺乳類、海産爬虫類、海鳥などを獲物としているんだが、メガマウスの場合はプランクトンを主食にしているため、サメの特徴である歯はとても小さくヤスリ状になっているんだ。また口の内壁は光が当たると銀色に輝くという肉体的な特徴も有しているぜ。あと上顎の歯が蛍光色に輝くという、他のサメに見られない特徴も持ち合わせているんだよ。そんなに口の中をキラキラさせて、もしかしてメガマウスって派手好きなサメなの？派手好きなサメって、そんなわけないだろ？当然これは、理由があってのことだぜ。一説によれば、上顎の歯が蛍光色に輝くのはプランクトンをおびき寄せるためだと言われているんだが、残念ながらまだ実証されていないから明確はないんだよな。ああ、なるほどねー。つまり、提灯アンコウの提灯みたいなものと考えられているのね。まあ、そうだな。要するに馬に人参。食い意地の張った霊夢には食い物ってイメージになるぜ。ちょっと、なんで私を引き合いに出すのよ？それは当然、成り行きだ。だから気にするな。それで他の身体的な特徴だが、メガマウスの全長は約4から7メートルほどで、体重は約450キロから1200キロほどだぜ。ただし、これはあくまでも捕獲したものを基準に導き出された数値だから、残念ながら絶対的な数値ではないんだよ。何せ、メガマウスの捕獲例はかなり少ないしな。ああ、なるほどねー。つまり、幻のサメだから仕方がないってことね。まあ、そういうことだ。それでは、次の説明に移るぜ。さて、次はメガマウスが幻のサメと言われるゆえんと生態について話していくぜ。あ、わかっちゃった。顔の造形が他の魚にはない独特で、面白い形状だから幻ってことに違いないわ。あ、うん。そうだったらよかったな。ふふ、甘いわね、マリサ。そう来るのは読んでいたわ。つまりあれでしょ？絶滅危惧種だったってオチ。残念ながら違うんだよな。また、これは余談になるが、絶滅の危機に属するサメは、準絶滅危惧種のイタチザメ。絶滅危惧2種のホホジロザメ。絶滅危惧種アイビー類のアオザメ、オオヒレメジロザメ、ジンベイザメ、トラフザメ、ニシオンデンザメ。絶滅危惧種アイエイ類のアカシュモクザメ、インドメジロザメ、ヒラシュモクザメ、ホンカスザメなどが該当するぜ。そして、肝心のメガマウスが幻のサメだと言われているゆえんだが、シンプルに目撃例や捕獲例が少ないからなんだよな。それだけ？うん。
まあ、それだけかな。ただ、メガマウスは目撃例や捕獲例が圧倒的に少ないから、その生態の全容はわからない部分の方が圧倒的に多いんだよ。ちなみにメガマウスは、日本で昔から稀に目撃情報があったらしくてな。日本ではメガマウスのことを大口サメと呼んでいたみたいだぜ。でも、学術的に新種のサメと認定されたのは1976年で、意外と最近のことなんだよ。それで、認定されたきっかけというのが、ハワイで作業していたアメリカの調査船のアンカーに、メガマウスが引っかかっているのが発見されたことなんだ。その後、このサメの口が大きいという特徴から名称が付けられ、メガマウスと呼ばれるようになったんだよ。ああ、口の方のマウスねー。意外なオチだったわ。まあ、学名ってのはその生物の身体的特徴から命名されることが多いから、これは当然といえば当然のことだろうな。それでメガマウスの判明している生態だが、メガマウスザメはネズミザメ目に属していてな、熱帯域の水深100から200メートルに生息しているんだ。なるほど。つまり、メガマウスは深海魚ってことなのね。なんか納得だわ。だって顔の形状、普通じゃないしね。うん。メガマウスが深海魚かと問われると、かなり微妙と言わざるを得ないぜ。一応、一般的にメガマウスは深海魚と認識されることが多いが、基本的に深海は水深200メートルより深い水深を指す言葉だからな。へぇ、そんな定義みたいなのがあったのね。知らなかったわ。まあ、そうだろな。ちなみにメガマウスは、夜になると10メートルほどの浅い場所に浮上してくるんだ。また目撃情報や捕獲情報によれば、メガマウスの体はブヨブヨとしていて柔らかいそうだぜ。それに泳ぐのは非常に遅く、人間が一緒に泳ぐこともできるとのことだ。ん？人間が一緒に泳ぐこともできるってことはメガマウスはかなりおとなしいってことね。ああ、その認識で間違いないぜ。巨大な体や口の大きさから怖いと思われがちなメガマウスだが最初の方でも説明した通り、メガマウスの主食はプランクトンだから、人間は餌にはなり得ないんだよ。そのため、人を襲うことはないんだ。ふむふむ、それなら近づいて捕獲できそうね。にやり。捕獲って、メガマウスを食う気かよ、お前は？え、何のことかしら？私、日本語、わかりません。嘘をつくな嘘。まあ、確かにメガマウスの目撃情報が最も多い国は日本だが、捕獲しても食べれるかはわからないぞ。え、なんでよ？理由は世界的にも発見された個体数が少なく貴重だからだ。つまり、捕獲したところで研究のため解剖されるからメガマウスを捕獲しても、研究機関に引き取られてしまう可能性が高いんだよな。食えないというのか？多分、食えないだろうな。ただ、専門家でメガマウスを食べたことのある人はいたようだぜ。ほう、それで味はどうだったの？美味しかったの？ねえ、美味しかったの？それがだな。食べた経験のある専門家の話によれば、メガマウスザメの肉は、味も匂いもなく、水っぽくて噛み応えもないとのことだ。要するに残念ながら美味しくないということだな。へえ。なんか希少ででかいのにまずいとか、いろいろと残念なサメよねー。おいおい、味だけでメガマウスの価値を勝手に決めちゃダメだろ？それじゃあ次はメガマウスが地震の前兆って話について解説していくか。え、なにそれ？ナマズみたいな話？それではメガマウスが地震の前兆という噂について話していくぜ。ははは、なんでそんな噂が？まあ、噂というか都市伝説だな。なんだ。じゃあ、迷信みたいなものね。それはどうかな？確かに現状、幻の巨大サメメガマウスが地震の前兆になるという科学的な根拠はないぜ。だがしかし、意外なことにメガマウスの目撃情報と地震の日時が一致しているんだ。それでメガマウスが現れるイコール地震の前兆という都市伝説が囁かれるようになったんだよ。え？そんなに目撃情報と地震の発生、一致しているの？ああ、奇妙なことにな。例えば1995年の阪神淡路の地震や、2011年に東北関東で起きた大地震、2016年熊本地震といった大きな地震、2016年の熊本地震等だ。実際、実例は他にも多数あるが、これらは共通して大地震が発生する数ヶ月の間に、メガマウスの目撃情報があるんだよ。マジですか？ああ、マジだぜ。ちなみにこのメガマウスの都市伝説には一つの仮説があるんだ。それで、その仮説というのが地磁気を感じ取って浅瀬に現れるのではないかというものだな。地磁気って何よ、それ？まずかったら食わないわよ。残念ながら食い物ではないぜ。サメの頭部にはロレンチーニ機関という特別な生体センサーがあってな。この機関は微弱な電流などを感じ取れるから、地震が起こる前の岩石や地層の破壊で発生した地中のパルス電磁波を感知した可能性があるんだ。なるほど。
つまり、メガマウスの目撃情報と地震はただの都市伝説じゃない可能性は十分にあるってことね。ああ、そういうことだ。ただし、この仮説は科学的な実証ができているものではないから、あくまでも可能性の話で断言や断定はできないんだよな。まあ、そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。